三輪明宏、バラ色の日曜日。皆様ごきげんよう、三輪明宏がお送りいたします、バラ色の日曜日の時間でございます。さて、今日はね、久しぶりに素敵なシャンソンをお届けいたします。シャンソンと言いますとね、私たちの年代だと当たり前で、ね、音楽のね、あるジャンルなんですけれどもね、若い方はね、シャンソンというのは、 フランスのね、歌だということもご存じないし、シャンソンという言葉も聞いたことがないしね、また歌い手やね、その歌をご存じないって無理もないと思いますけど、ぜひこれを機会にね、ちょっとシャンソンというもの、どういうもんだか、あ聞いてご覧になったら意外とね、ハマっちゃうかもしれませんよ。素敵なね、シャンソンをお届けいたしますからね、これはね、絶対聞いていただければね、 あったかーい。今も何か、あの、熊虫というねなな、なんかお笑いの人がね、あったかーいっていうのを流行らせてるそうでございますけどまさにあったかーい歌だなんでございますよ。さてさて、さて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 。<laughs> 今日は久しぶりにね、素敵なシャンソンをお届けしましょうね。おかけいたしますのはね、パパと踊ろうよという歌でございます。 アンドレイ・クラボーっていう、えー、こういう歌い手さんでね、本当にね、あの、深い声なんですけれどもね、で、1930年代からね、歌手として活躍して、古き良き時代の一番いい時代で、えー、長い間、歌い手として人気をね、持続した方でね、甘い声、甘,甘い、甘い、甘いとて言うんですよ、深くてね、 本当に包容力のある歌声ですね。そして、顔もね、なかなかイケメンでね。それで、マダムたちから何て呼ばれてからって,ってあの、パランス、つまり王子、王子様と言われるふうに、まあ、ニックネームでね、日本でも流行りましたよね。えー、ハニカミ王子だとかね、あの、ハンカチ王子だとか、ハ、まあチ王子とはちょっと違う王子様ですけれども、 んで、表現力はね、もう本当に温かくて、これはハートから出てくるものですね、にじみだからこの人はハートがとってもね、愛情深い人だったと思うんですよ。声だけはね、嘘がつけませんからね。うん、シャンソンドシャルムというジャンルで、シャンソンもね、いろんなジャンルがございましてね、シャンソンドリアリスト、現実派のシャンソン、でシャンソンドファンタジスト、これはお芝居と歌とか一緒になった。 一人ミュージカルのようなね、歌。で、このシャンソン・ド・シャルムっていうのは魅惑的なシャンソン。シャルムっていうのはチャーミングっていう意味ですね。あの、声や何か、まあ、歌自身がね、人の気持ちをね、ロマンティックにうっとりさせるような、で、温かくするような、そういうふうな内容のジャンルのシャンソンがシャンソン・ド・シャルムというんです。それの代表格の 男の方でした。で、この曲の聴きどころはね、あの、不死家庭じゃないですけどね、パパとね、子供の歌なんですよね。まあ、子供の声っていうのはね、まあ、高い声で、キ,キ,キャ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 キキって、って、あれよ子供のね、笑い声というのは子供の泣き声、喋る声、これはね、エネルギーの発散なんでね、病人の追いうちとか、ひっそりしたね、暗いうちはね、 近所のお子さんでも何でもね、それこそ、あの、来てもらってお菓子でつってね、五六人家の中を走り回らせるとね、エネルギーが充満してね、縁起が良くなるんですよ。ですから子供の声がうるさいとか言ってる人はね、もったいないことをしてるんですよ。で、このレコードの中でもね、子供がね、笑い声としてね、参加してます。で、親子の情愛っていうのが、 本当ほほ笑ましく伝わってくる歌でございます。ですから子どもさんにも聞いてほしいですね。ではお届けしましょう。アンドレ・クラボーの歌でね、パパと踊ろうよという歌でございます。アンドトロワ、アンドトロワ、123、123、えー。皆様もお聞きになりながらね、えー、楽しく歌って,って踊ってくださればよかったと思いますけれども、いかがでございましょう。 アンドレ・クラボーの歌で「パパと踊ろうよ」でございました。